近世の後半、江戸幕府が滅亡するまでの流れを見ていきましょう。江戸時代後半、1853年にペリーが浦賀に来航しました。翌年、日米和親条約を結び、下田と函館の二港を開き、幕府は開国しました。さらにアメリカは、幕府に通商条約を結ぶことを強く求め、新しく大老になった井伊直弼が、アメリカと日米修好通商条約を結びました。しかし、アメリカに領事裁判権を認める、日本の関税自主権がないなど、日本にとって不平等な条約でした。開国後、天皇を尊び、外国の勢力を排除しようとする尊王攘夷運動が盛んになりました。大老の井伊直弼は、幕府の政策を批判して、政治への発言力を強めようとする雄藩を抑え、幕府の権威を立て直そうとしました。そして、雄藩の大名や公家、その家臣などを厳しく処罰しました。これを安政の大獄と言います。しかし、井伊直弼は暗殺され、幕府の権威は大きく損なわれました。これを桜田門外の変と言います。下関戦争を経験した長州藩や、薩英戦争を経験した薩摩藩は、これらの戦争を通じて、攘夷が困難であることを悟りました。長州藩では、高杉晋作や木戸孝允が、薩摩藩では、西郷隆盛や大久保利通が実権を握り、西洋式の軍備を強化しました。1866年、対立していた薩摩と長州は、坂本龍馬の仲介で、薩長同盟を結び、幕府との対決姿勢を強めました。こうした中で、15代将軍となった徳川慶喜は、1867年、大政奉還を行いました。こうして、260年余り続いた江戸幕府は滅びました。そして、公家の岩倉具視などが中心になって、王政復古の大号令を出し、天皇を中心とする政府の樹立を宣言しました。1868年、これに不満を持つ旧幕府軍と新政府軍の間で、鳥羽伏見の戦いが始まり、函館で旧幕府軍は降伏し、新政府軍の勝利で戦いが終わりました。この一連の戊辰戦争と言います。